PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは、232本目、桃太郎伝説2、桃伝2をお送りします。桃太郎シリーズ第2弾、まあ、桃鉄、とか桃勝とか入れたらね、もう結構なりますけども、第何ですか、電鉄に桃伝に桃勝、第4弾ですか、PC エンジンでね。はい。はい、RPG 対策、桃伝2。がやってきました、コーフィーさん、3個目さん、4個目さん、ゴールデンバーグさん、黒金さん、森さんが1番さん、11個目さん、ワッチさんいらっしゃい。 PC エンジンオリジナルの続編ですね、モモデン2、リンドウさんありがとうございます。発売日90年12月、モモデンに初めて買ったソフトです。22日発売、ハドソン、リーさん、シャトルさんいらっしゃい。ワコ2、6メガビットヒューカード、6メガです。6メガね。6メガは、ダラプラ以来ですかね、ダラヤスプラス。ダルダズム30円さん。21個目さんに、ね、電が違う。7200円、RPG 一人用でございます。1箇所バックアップは244バイト。今回パスワードはね、ありませんので、バックアップ専用ですよ。天の声2とかね、デュオシリーズでやりましょう。最大3箇所。はい、行きましょう。ちょっとボスまで行きたいね、ボスね。赤と大門さんね。テレ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 テパーやっぱパッパーっていうのがね。うん。ゼミマルさんいらっしゃい。黒金さん、おじさんがいるよね。桃太郎。やっぱりこの絵のテイストですよね。ね、26個目さんいらっしゃい。デデ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 ワートゥー、ね、桃太郎がちゃんとピースしてツーとねやってる。10万石さんでしたよ。トゥー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 、はい、ここの曲いいですよね。この曲がまたいいですよ、このね。バックアップユニットのデータがいっぱいで新しく記録する場所はないようじゃ。記録しないか、このゲームのデータを消すならそのまま始めればよいぞ。アランプロソナイジャイ、あ、アガトダイブさんありがとうございます。他のゲームのデータを消すなら一つずつ選ぶんじゃ。大事なデータを消さんようにくれぐれも気をつけるんだぞ。ね、このまま始めよう。私は仙人じゃ。桃太郎が鬼ヶ島へ鬼退治に出かけてから3年の年月が過ぎ、3年後なんですね。ノーコンキードさんやシャドルさんが理由です。グロムですね。どの村の人たちも明るく楽しく真面目に暮らしていました。でも鬼ヶ島のずっとずっと下の地獄では、鬼の中でも一番偉い地獄王が猫じゃらしさんです。地獄はね、さらに下なんですね、鬼ヶ島の。人間ごときに負けて帰ってきただと。しかも愛だの、あ、友情だの、あ、勇気だの、どこでそんなつまらぬ言葉を覚えてきたのだ。愛など悲しみや苦しみを生むだけの邪魔なものだ。友情など弱い人間どもが暮らすためのへりくつにすぎん。勇気など、あ、力のないものがすぐ口に出す気休めの言葉でしかない。愛や友情や勇気などこの世にありはしないのだ。人間どものような虫けらにたぶらかされて、あ、帰ってくるとは何事だ。虫けらに負けた理由を愛だの勇気などでごまかすつもりか。行け、もう一度行け。人間どもを倒し、愛と勇気がいらぬものだと教えてこい。行け行け行け、さあさあ行け。こうして地獄王の命令で再び鬼たちが村人を苦しめ始めたのです。36個目されてる。そんなある日、シリアスのとこもありますよね、これね。評価評価、桃太郎、また鬼退治に出かけるのか。
わしとばあちゃんは寂しくなってしまうが、ね、世のため人のため働くことは良いことじゃ。鬼に苦しめられている村の人たちはお前を待ちわびているだろうぜ。44個目セレでいらない、はいね、だただ愛がないと優しみ生まれてないのにねと思ったんだけど地獄王様、愛があるから娘がいるんじゃないですか。違う、愛などない。私は妻を愛しておらん。ただ子供を作っただけだ。やりたかっただけだ。桃太郎、行ってお上げ。でもその前に庭にいるばあさんにちゃんと挨拶してから行くのだよ。ばあさんにいた。あったの広くなりましたね。結婚みたいなこと言ってる。桃太郎や、これを持っておいて。おばあさんは100両と君団子を桃太郎に渡すと100両。愛と勇気だけがアンパンマンかな。くれぐれも体には気をつけるんですよ。少々かぐや姫様からいただいて池に飾った月の水晶に挨拶していくんですよ。おばあさんきび団子くれて、ね、100両もくれました。つづなさいです。なけなしの年金からね、はい、年金から100両出してくれた。月の水晶が桃太郎に話しかけてきた。前作でね、もらったんですね、これはね。いつ、いかなる時でも愛と勇気を忘れてはいけません。桃太郎の技と体力は、しかも無料回復所、無料回復所、つづなさいです。あ、そうですね、3年間の間で桃太郎は修行をサボっていた、ね、サボって怠けていました。あー勝てるーみたいな感じでね、鼻ほじほじやってたね。桃太郎、いやもうそんなことばっかり寝てばっかり言うと、寝て食うて寝てばっかり言うと糖尿病になりますよとか言われてたんですけどね。でちょうどよかった、 鬼がまた暴れてくれたら、いやラッキー、また運動ができるってことで。ああそうそう、昔はねこの桃太郎がね、あの最初のストーリーは桃太郎の息子だったかなんだかだ、次の桃太郎セブンっていう、あの桃太郎 の違う人だったね。桃太郎やられたかなんかで、あの桃太郎が亡くなって、前作の桃太郎が退治されてしまって、別の桃太郎が主人公とかね、そういう感じだったよね。ごめんなさいね、昔の丸活のね、見てると、あれだったんですよ。全然違う、また行ったんね、白紙になったんですよね。そう、はい、経過時間ね、親切表示ね。さあ始まりの村にも、ね、パスワードちょっとね表示が長いということで、本当はねパスワードつけたい話だ、つけたいということだったんだけどね、ちょっと長く、あまり長くなりすぎるんで実用性がないということでね。はい、スーファミの芯って取られる扱いなんかね。スーファミの芯はどうなのか、2のリメイクっていう話だけど、どうなんですかね。どうなん、私やったことないんで。この大変じゃん、山の向こうのカチカチの村が鬼に襲われてた、ね、前作のねマップは基本同じですけど、結構違いますよね。結構というか、まあ、かなり違うか。でもね、前作の村もあることはありますけどね、村が追加されてかなりね広くなってますよ。テッテンテレッテ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 ンテッテンテッテッテン。あ、みんなこれと一緒に買った人多いでしょうね、やっぱりね。和骨です、すったかだったったん。あ、これモードでね、セリフの速さ速いね、機嫌の速さとかね、ページ切り替えとかスムースとかジャンプとかね、どう違うんだっけ。でってとも押さえる、ででででで説明コマンドを選ぶと持っている動画の道具の方が分かるね。もう神殿設計初長い。あー、しかもね、すごい。今や桃太郎伝説の方がはるかに有名なのが、なんとも有名になっちゃったね、ちょっとね、続編が出なくなっちゃったからね。大変じゃ、カチカチ山が危ない。オートバトル仙人の寄りがある、うん、オートバトルもあるね。村人側を変えて盆踊りするシーンもありましたっけ。てってん、まあいろんなシーンがありますよ、もうね、もう楽しみ。メガテンのペルソナに乗っ取られたです。あ、しかもね、下取りコマンドとかね、72個目されてペル、あ、今ペルソナシリーズの方が人気あるね。下取りコマンドとかね、もう便利なコマンドがねありますよ。僕ともいきなり僕のね、もう攻撃は最大の防御だ、もう100両全部はい、残しやす
モタさん、表現は武器、あと防具屋に分かれてね。装備しないと、あ、いや、装備してない。ね。僕ともね、守備力もね、もうすぐ分かる。ね。あとお金がいくらかな。70両貯めればいいですね。70両。はい。で、これが6メガバイト1トンに収まるんですから、すごいです。ねえ。イシエンジンではまあ大容量ですよ、6メガビット。乗っ取りカード配布出てきますか。乗っ取りカード出てきません。何倍も何倍もね、強い。ひらがなのフォント書体が読みやすくて良いですね。しかもそのフォントが本当にいいね。で、ここでね、セーブですよ。で、うんこがいますよ、うんこ、うんち。僕はうんちだよ、プリッ。僕はうんちだよ、プリッ。僕はうんちだよ、プリッ。なんでうんちがいるのかね、わかりませんけど、うんちが喋るのかわかりませんけど。ね、本当に、フォントだけにね。たかだったったん。うんこ増えてる。神社に行くんですよ。もう丁寧な。もう説明書なくてもね、もう本当に大丈夫。アズガリアさんだっけ？デニアさん。ね、アズガリアもありますね。両替トイチャグループ。こんばんは。ね、トイチャグループ。65,500両までね、アズガ貯金ができる。しかも1両対できるんですね。しかも利息までつけてくれるね。今はもうね、利息がほんとないですけど、このね、ゲーム内で利息がつけてくれるっていうね、高さ入れてやった人、ね、所持率、前回はね、ベスト20以内でしたからね、ドロジさんがいるんです。道具もね、そう、倉庫もある。何周もクリアしましたもの。これてってかてってって、あ、2周目とかもね、2周目ターボモードとかね、ありますからね、今回ね、2周目もやりやすくなってますよね、非常にね。てくてってってくて。はい、夜中ゼニア。ゼニゼニ。量は感じですね、まあ、分かりやすく。はい、じゃあ、まず最初は、まあ、レベル上げはね。さあ、最初の記念すべき鬼は赤鬼です。前作は専用預けるのに別途逆用必要だった。あ、前作はお金客に取られてたの、預かり料がね。わお。おう。連続攻撃。よいしょ。発売当時これと桃太郎伝説ターボと桃太郎カ。あ、ありました、ありました。ピンクのカードケースがプレゼントされました。私も弟がもらいましたよ、これ確か。桃太郎カードケースね、桃太郎カードケース。桃不安のために作ったね、カードと CD ロム、9カード18枚、CD ロム2枚が収納できる、ハドソンだけのオリジナルということでね。ね、ね、サクモキャラでは違います。サクモさんじゃないの。シナリオはサクモさんだけど、キャラではどういいんですよ。でーん。じゃあこれ2は私が新品で買ったんですけどね、弟が、まあ弟が活撃買ったんでね、弟がケースが欲しいって言うんで。どういった換気士でしたか。でん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 。わこ、トイチアって名前の意味がなくなった。わらわら嬉しいけど。でんでんでん。10日で1割。ね、嬉しいね。タカさんありがとうです。でん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 。だいたいトイチアって言ったらあれだもんね。あっちのサラ金の方だからね。闇金の方だ。わこっす。カズキューさんですよ。やった、2段になった。今回もね、もう完全回復ね、桃太郎システム段が上がると完全回復、嬉しいね。ラックスさん、豆知識だとクリアまで何枠になりますか。何ぐらいだった結構。まあ私はフルボイスでしたからね、もう2の頃は。フルボイスだと55枠ですね。ゲーム内で26時間15分14秒。はい。レベルアップ回復大好き。2周目はね、経験値がね、倍だったっけ ?3 倍だったっけ、なんかね、ターボモードで始められるから。さらに短くなりますね。タイムアタックもできるんやつか。これね、ミニに入ってほしかったですよね、確かにね。本校で出てきた。
あの、まあ、千人の声役でしたからね。はい。111個目大臣。沢口康子が怒りそう。闇金。あ、でも牛島くんとこと、あの、10日で5割だっけ。ニュートピーがないっす。これが耳に入らないの、排外だったな。10日で5割だったっけ。絶対返せないよね。でしかも最初に貸すのにあの10万借りるというのに最初あの5万円もう 利息分取られ取られて貸してあげる。いけるか。もう一回いけるな。どころにねえ、こっちも入れてほしかったですね。桃太郎シリーズは、はい、入れるんならね。よいしょ。あじゃあ。こっち行かないと西出てこないかな。あしゃい。戦闘局ハターボと同じ。そうですね。多分アレンジされてるかな。どうかな。ワンとまあ曲は同じですよね。ギャグが割とジジ関連が多かった記憶。そう、ジジ関連から懐かしい、懐かしいですよね。ああ、このね、沢口靖子さんのネタとか、鬼のね、変な鬼ばっかり出てくるね、エリアに出てくる鬼は。あ、巨人ファンの人はちょっとあるかもしれないね。太陽ファンじゃないとね。早くやんさりで、ここら辺だ。ここら辺で回復していくとちょうどレベルアップしてね、ちょうどいい感じじゃないか。テレテレチャラ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 。よし、太陽ファンじゃないとやばい場所、やばい場所がありますからね。おう、バシッ。あら、残念、バシッが上がった。意味がなかった。もうちょっと進んで、もうちょっと進んで上がるはずだったんだけど。オートバトル戦に行ってみますかね。オートバトル戦に。パーティー中でとても背の高いキャラって何でした。なんだっけ、ネタローか。3年ネタローじゃないよ。なんかいたね。モモデンやるとカッパが嫌いになります。カッパが嫌いになるね。今回も出てきますよ、黒ガッパやらで。もういやらしいかも。いやいやいや、わしはオートバトル仙人じゃ。オートバトルを使えば自分の頭を使わずに敵と戦えるのじゃ。じゃが、わしはこんな楽ちんなやり方はいかんと考えておる。己の頭で考え、己の力で戦うから面白いのではないか。だからわしはオートバトル仙人のくせにオートバトルが嫌いなのじゃ。桃太郎、だからお前が欲しいならタダでくれてやるぞ。ようちゃん欲しいか。いえ、僕もそう思います。オートバトルなんか邪道です。マーサさんいらっしゃい。ふん、今時素直で良い子じゃ。よし、その心にわしからの小遣いをあげようぞ。いやいやいや、しめしめ、これ小遣いをもらえるの知ってたんだよな。先は長いが頑張るのじゃ、桃太郎。やっぱオートバトルください。なんですね。そう、体とか技とかも感じね。はい、桃太郎、お前が欲しいというのならくれてやろう。違う、オートバトルで楽をしていては本当の旅の楽しみは味わえるぞ。そのことをよく気持ち明示でおけよ。ほーれ、オートバトルを授けてやろう。はい、オートバトルもね、まあ今は一人ですからね。そのうちあ、術のね、そう、覚え方もね、今回もいろいろ楽しいのがありますからね。はい、術の覚えるの面白い。おばあちゃんより、おばあちゃん100両だったのにね、オートバトル戦に。わしは年金が少ないのよ。
青鬼が戦うだけじゃないのが斬新だったものです、ね、いろいろデスの覚え方もね、お使いやらエッチな言葉入れるのとかね。お、あれがカチカチ泡だ。英雄伝説2の方がオート便利すぎてマニュアル忘れた記憶。キャラといい背景といい当時のロットカッコミってどれぐらい大変だったのか。桃電はオートあんまり使った記憶はないような気がするんだけど、どうだったっけ。桃太郎、この辺りには毒を吐く鬼がいるぞ。和骨です。茶店で毒消しを買っておいた方がいいぞ。140個も食べてる。まあでもうまい。すぐドット絵得意な人はサササだってね、入れますからね。絵描ける人はね、すぐ早いですからね。どうか分かりませんね。私なんかだともうね、すごいもうめちゃくちゃかかりますけどね。エルサーさん描くだけで140個も食べてる。ただペイントで描くだけなのに昔は一度ずつとかね。英語後半好きな言葉入力するとき変な言葉入力するとその部分が伏せ字になった。よいしょ。オペレーションウルフのタイトル画面とかなんか休憩時間にね、40分ぐらいの間に書いちゃったみたいならしいですかもね。誰か絵がさささっと描ける人はさささっと描けるんですよね。カチカチ山。おっと、さあ、モテロさん、鬼のせいで大文字焼きができないです。ポンポコポン。なんだって。お、防具持ってなかったから、防具を買ってテレ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 まで。ちょっと、あ、間違えた、こっち向きやったね。ラックスさん的に味方になってありがたいのは、ヤシャ姫、風神雷神、犬猿キジ、さあどっち。ヤシャ姫だね、やっぱ女の子がいる方がありがたいからね。です。あ、ワルジがない。バラバラバラ、ありがたい。よし。でもヤシャ姫声一緒さんですよね。でん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 。ちょっとやでやで待っていきましょうね。おっと、桃太郎か。この村が鬼に襲われ村人が苦しめられておる。村人たちを助けてやってはくれまいか。一番助かる。ヤシャ姫かわいいもんね。ラックスさんは女の子が好きなの？ターボ派手新人オリジナルですか？ヤシャ姫出てくるのこれでしたっけ？ターボはまあ異色だけどね。異色だけど、ファミコンマとだいぶ、変わってるからね。ヤシャ姫これ出てきます。ヤシャ姫、ね、金太郎やら浦島やら。こっちはパーティープレイス。前作はね、一人でしたけど。まあ、キジとかがね、サポートはありましたけどね。今回はキジとか、犬とかもね、犬とかはそれぞれね、買い物行ってくれたりとか、いろいろスキルを持ってて。で、さらにパーティーとして、浦島やら、金太郎やら、ヤシャ姫とかね、最大4人パーティー。ね。この後、まあ、ガイでも出てますけど。大文字焼きね、見物どころじゃなくなった。さあ、この、桃太郎。この道はカチカチ山へと通じておる。しかし道の途中で鬼が出てくるんじゃ。体力が十分でないなら無理をせず宿屋へ行ってから。ん、もちろん宿行きました。あ、いや、そうそう、記念仙人とかいましたね。何人倒したとかだよね。記念仙人とかでいろんなそういうのもね、面白かったですね。記念仙人で景品もらえたりとかね。鬼を通算何匹倒したとか。ファイト一発！桃鉄みたいですね。石段登るにはこの影はやないとな。うん。ヤシャ姫よりヤシュラの方が薄着なの納得できないです。確かに。よく見ると裸にあれなんだよね。ベールがかけられてるだけだからね。薄い布切れが。アシュラって全裸ですよね。全裸にちょっと薄い布切れだけだから。千歳やもらえん、学童サインです。頂上まであともう少しじゃ。うん、そうそうそう。バルログ感あるやつ。バルログ感があるやつ。ほら。また大にハモを一回やってくれますか。頂上まであともう少しじゃ、頑張れ頑張れ。うん、いや私は今さすがに。夏なら電波もあるかもしれないけど、
青にまたありましたよ。来ましたよ。はい。てるれってて、れってててて、ならなかった。出ました。面白いだ。ああ、分かる。頑張れ頑張れ、配当ライフかな。ここで、ちょうど段が上がるようにね、計算しとけばよかったけど。よく来たな、桃太郎。地獄王様の命令によりここを支配する銀の鬼様だ。地獄王様に逆らう奴はこうしてくれる。てってってってんてん、このボス戦の BGM ね、いいですね、かっこいい。てっ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 てね、歌詞がなんかつけられそうだ。俺たち桃太郎だから、てん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 、あうち、おら、桃太郎、生まれた桃太郎。アンパイアの自分の状態ですね、このね、毒とか受けたりしたら、あ、誰が今毒受けてマヒマヒって、あの、あれかなみたいな感じで、あの、見れるわけですよ、ここで、アンパイで、ね、どのようなアンパイかなみたいな。はい、というわけで、大賀者の玉ね、もう序盤だからね、出てこないね、アンパイステータス。さあ、というわけで前作は、まあ、あの前回のマラソン枠では所持率歴代ベスト20のね、入ってる、やっぱ所持率は高いと思いますよ。どうでしょう。それからただそれから増えたかどうか。本当名作よな。はい、まあ名作なんで皆さんね多分持ってらっしゃると思うんですけど、どうでしょう。持ってる持ってた人はいじゃん。ぜひお買い求めください。この前回はね、まあでも対策なんですけど、意外と低いんですよね。意外と低かったんですね、もうちょっとあるかなと思うんですね。 Z37 で前回 54.4% でね、歴代13位でした。歴代13位から、ね、上がったでしょうが、今回 54.4 から増えるかな、どうかな、多いと思うんですけども、まあ、1回これくらいすればね、もうね物取れますよ。はい、宿屋1回で100円と考えればね、はい、すぐ戻ってくる、クリアするまで。前作とセットでもね、いいですね、続編ですからね、このね。はい、結果発表。テクテンテテテレテテテレテテレ、私の案件は何パーセント、テレ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 、53点、あー若干一人いない。今日ちょっとね持ってる人一人減っちゃったぐらいですかね。惜しい。これ確定だ、もう一回。まあ若干ね、まあそれも高いですけどね、もうちょっとあるかなと思ったんですけど。はい、今日は桃太郎伝説2をお送りしました。明日のマラソン枠はあの箱の3号がね、もうそのことでやっていきます。お楽しみに。オフでした。8本分、8人、8本分ならもうちょっとね。はい、オッツ2でした。オッツでした。オッツでした。もう答えちゃった。はい、オッツでした。オッツです。オツです。オツです。オツです。